次に住吉浩樹君はい委員長え兵庫県姫路市よりやってまいりました日本維新の会の住吉浩樹でございますまあ我が党はですねかねてよりマイナンバー法を改正して使途を拡大しマイナンバーのフル活用や推進えフル活用の推進やマイナンバー等べての銀行口座の紐付けを義務化することまた戸籍から不動産登記等を紐付けしワンストップサービスの拡張 有事の際の給付金の速やかな支給など、透明で公平・公正・迅速な行政施策の実施の実現を訴えてまいりました。新たな制度を構築していく上で、ミスは発生するものですし、そのミスに対して、迅速で的確に対応することが求められております。しかし、昨今のマイナンバー関連のトラブルやその対処方法などを見るに、 情報共有ができていなかったとか、新しいシステムがアップデートされていなかったとか、非常にずさんな印象を受けます。このことが国民のマイナンバー政策に対しての信頼を著しく落として、それは世論調査にも表れております。まだまだ河野デジタル担当大臣が思い描くこのマイナンバー政策、これは道半ばだと思います。我が党のマイナンバー政策もですね、 マイナンバー政策を推進している我が党としても、今後、マイナンバー政策に対して国民の理解が得られるのか、非常に危惧をしているところでもございます。そこで今回の総点検、これはどのような内容で行うのか、また完全に漏れはないのか、さらには中間報告のスケジュールを前倒しにしておりますが、時間をかけてでも完全に漏れがないようにやるべきではないのか。 さらには自治体等の負担や費用、これをどれぐらい見積もっているのか、ご答弁をお願いいたします河野国務大臣、はい、あの総点検では、一連の誤りが確認されたものの関連データだけでなく、マイナポータルで閲覧ができる29の項目がございますが、 この二十九の項目のデータの総点検を行うということとしておりますあのそのためにまずはそれぞれの制度の現場でマイナンバーの紐付け作業がどのように行われてきたのかこの実態把握を七月中に行いたいと思っておりますあの確実にマイナンバーを記載してもらってマイナンバーで本人確認をしているあるいは住所氏名生年月日 などの情報を確実に当てて本人確認をしていただいていれば、これはデータに誤りがないわけでございますので、すべての個別データの総点検が必要なものかどうかというものを、まず現場の作業の実態で仕分けをして、8月上旬にその点検結果を報告をしていただいて、 すべ、えー、ての個別データの総点検が必要だというふうになったものにつきましては、秋までに全データの点検と紐付け誤りの修正を実施していただいて、えー、結果を公表していただくという予定にしております。あの点検を丁寧に行うことが肝要だと思っておりますので、あの秋を一つの目処としておりますが、 えー、スケジュールありきではなく丁寧に点検をしていきたいというふうに思います。あと実際の負担も、はい、非常にあのい住はあ、はいあはい、非常に多くの時間とコストをかけてまあ、完全に漏れがないように、えー、努力していくことだと思います。まああの先ほどから、まあ、早くですね国民の方に安心してもらいたい、えー、という,う気持ちは一方でわかる。 わけですが、一方でですね、やはりこの漏れがあってまた何かミスがあればですね、それは大きなこのマイナンバー政策、またマイナンバーカードに対する国民の信頼の失いにつながると思いますので、しっかりと徹底的にやっていただきたいと思います。一方でこの利用者にご自身の情報を確認してもらうという手法も検討すべきではないかと思います。マカの他人がチェックするよりも。 まあ確実でスピーディーに、そしてまあ安価で点検ができると思いますが、そのような検討というのは、あそのような検討はなされていないのでしょうか河野国務大臣、はいあの。マイナンバーカードをもお持ちの方は、ご自身のスマホから、えー、マイナポータルにログインをしていただくことで、えー、このマイナポータルの中の私の情報というところをご覧いただくと、ご自分の 紐けされているる情報を見ることができますあの方法につきましては、デジタル庁のホームページでも公開をしておりますので、あのマイナポータルにログインして、ご本人で確認していただくのが、あの委員おっしゃるように、一番迅速、確実にできる方法であるというのは、そのとおりでございます。あのこのやりり方ををししっかりと集中をして ご自身で確認していただいて、安心していただけるように、あのそこは広報しっかりやってまいりたいと思います、はい、住吉六君あの。実はです、ね、私も、この今回、質問にあたって、まあ、久しぶりにマイナポータルの方にログインさせていただきました。まあ、あのちゃんと情情報報もあっってて私のははけ間違 なかったということがまあ、確認されたわけなんですけど、まあ、前にこのマイナーポータルにログインしたのがまあ確定申告の時もう3ヶ月4ヶ月ほど前でございます。でなかなかですねこのマイナーポータルに頻繁にこう使う機会がまだまだ少ないのかなと思っています。でこのもちろんログインすれば自分の情報があってですねそこに間違えてたらこう気づくまあある意味この。 受動的ななな対応なのかなと思っていますあの使う機会も少ないですし、実際にそれ確認すればまあいいわけではございますけど、実際にそこにログインする機会がそもそも少ないということでございます。まあ、例えばですね、こうまあ、ちょっと言い方、イメージでいうと、こうプッシュ通知みたいな形で、これ、皆さんの合ってますかっていうような、そういうこともです、ね、今後、検討していかなければならないのかなと。 思っています今後、2023年9月末に、まあ、ポイントの申し込み期限、これを迎えます、この申し込み期限に向けて、えー、健康保険証や公金口座のひも付けでのこのマイナーポイントの申請が増えてくるかもしれません。まあ、これから、まあ、新たにこの申し込む人に、こひも付けを行うこと、こういうことを確認してもらうプロセス、これもですね、まあ、検討していかなければ まあ検討する、移行していかなければ、する余地はあるのかなというふうに思っております。まあ、これはあの通告しておりませんので、意見として述べさせていただきます。次に、デジタル庁の組織についてお伺いいたします。まあ、先ほど申したように、マイナンバーと紐付ける公金受取口座登録をめぐって、2月確定申告の還付金振り込みのために本人の口座でない、 登録があることに気づいた国税庁担当者が、まあ、デジタル庁担当者に紹介し、口座データの照合方法などを確認していましたが、まあ、この際にデジタル庁内で情報が共有されることなく、まあ、結果的に5月下旬以降の総点検によって、庁内の担当者以外も認識するに至りました。まあ、このようにトラブルが庁内で共有されず、再発防止策が講じられなかったことは大変問題だと感じております。 デジタル庁は他の省庁と違い、4つのグループの中にプロジェクト単位でチームを作るプロジェクト制を採用しております。プロジェクトや自身の主役範囲ごとの縦割りが進み、全体を見渡して状況を判断したり、情報共有をしたりすることが難しいのではないかと感じ、6月9日の記者会見でも、河野大臣も見直しを行っていると発言しておりますが、 どのような見直しを怠っていくのか、ご所見をお伺いいたします河野国務大臣、はい、あのデジタル庁は、それぞれのプロジェクトを縦糸に、そのプロジェクトに必要なこの専門家人材を、横糸のユニットからサービスデザインとかエンジニアという人を、まあ、プロジェクトに派遣をするという、縦糸と横糸がこうクロスした形の組織になっております。これはあの民間の 専門人材の能力を最大限活用しようということで行ったものでございますが、それがゆえに、霞が関のほかの省庁と比べて、この情報の共有に問題があったということがございましたので、これを横串を通す、あるいは情報を共有するための経営企画会議、あるいは今回の案件についてのフォローアップチームといった 組織を立ち上げてフォローアップチームは毎日経営企画会議は週1回またそれぞれのレベルでの横断的会議というもので情報共有をしておりますあのそこは情報の共有がしっかりできるように見てまいりたいと思っておりますはい マトリックス製という新しい、この霞が関にはない、新しい、まあ、やり方をされて、非常にこう機動的にやられているということはあの承知しております、まあ。このトラブルが共有できない、これは本当に基本的なことでございますので、しっかりと今後、そのことがないように対応していただければと思います。え続きまして ちょっと質問の順番を変えて、このマイナンバーカードの返納状況についてお伺いしたいと思います。まあ、世論調査でも先ほど申し上げたように、マイナンバー政策に関する国民の不信感、これは表れております。まあ、これまで政府はマイナンバーカードの義務化をせずに、まあ、国民にマイナンバーカードの利便性を享受してもらうよう、まあ、実質取得率100%を目指してきているように感じました。 これまで2兆円を超える予算を使って、マイナンバーカードの取得を促す姿勢に我が党は違和感を感じております。まあ、今回、マイナンバーカードを返納してもポイントは返回されないということですが、このマイナンバーカードの返納運動がネット上でも展開されており、まあ、センセーショナルに報道されております。実際、どれくらいこのマイナンバーカードが返納されているのか、お示しください。 デジタル庁村上上統括官お答え申し上げますあの政府の側では、マイナンバーカードが廃止された数については、正確に把握をしてございますが、それが死亡によるものなのか、紛失によるものなのか、追記欄がいっぱいになったから再交付をかけてきたものなのか、話題になっているようなご意思に基づく自主返納だったのか。 あのその理由を個々には聞ききれていないというか手をけ取っておりませんのであの大変恐れ入りますがあの自主返納についていくつなんだという数字は現状把握していないような状況にございますただあのそういった方での,あの自主返納があるということ自身は認識をしてございますこれについての受け止めはあの先ほど大臣からもあのご答弁させていただきましたけれどもひも付け誤りということが動機であるとすればあのカードを保有するかどうかということと マイナンバーと別のものが紐づいているかどうかというのは、カードを自主返納することでリスクが軽減されるという正確のものではないので、むしろご自身の情報に不安がある場合は、逆にマイナンバーカードを用いて、先ほど先生からもお話ありましたが、むしろマイナポータルでご自身の情報の正しさをご自身で確認をしていただきたいというところ、この辺のご説明がまだ足りてないかなというふうに考えてございます。紐けやめりそのものもについては深く反省するとどう 時にぜひむしろマイナンバーカードを用いてご自身の情報を確認してほしいというところも併わせて、この問題については普及をしていきたいというふうに考えているところでございます住吉君、はい、の報道機関によりますと、この都道府県庁所在地や政令指定都市、まあ、計52市区、まあ全、全体ではないですけど、かなり多くの。 人口割合がいると思いますが、まあ、少なくとも318件返納されたという報道もございまして、まあ、この数字がです、ね、この割合に比べると多いのか少ないのか、それはまたあの人それぞれだと思いますが、あこの不安だという意見であったり、まあ、信用できないというような意見もあったというふうに承知しております。そ、まあ、その大前提ととしてておららくなくなななもあまり困らないというようよ 今、そういう状況なんだと思っています、あの河野大臣もです、ね、これまでこのマイナンバーカードによっていろんなことができるんだということは、答弁で承知しておりますが、まだまだです、ね、これ、まあ、なくても、そんなに、まあ、私も実感としては、拒まないのかなというような実感を持っております、マイナポータルもほとんどログインしたこともありませんし。 あのこれから利便性を享受していって、そして国民が持っていただけるようにしていく、まあ、こういうご答弁がたびたびありましたが、ぜひそういうような利便性の向上を図っていただきたいと思っております。次に、このマイナーバー関連のトラブルに乗じた詐欺についての対策についてお伺いいたします。 この制度に対する国民の不安をです、ね、逆手に取って、まあ、データを悪用するという詐欺があまあ増えていると聞いております。マイナンバーカードのセキュリティは高いと認識しておりますが、まあ、カードと暗証番号があれば、非常に重要な個人データを入手することが可能となります。まあ、例えば、行政関係者をよそいカードを、例えばカードを交換するので、まあ、カードを預かり、暗証番号を聞き出す。 そして解決しましたと、後でカードを返す、まあ、そういうことも容易に考えられるわけでございますが、まあ、実際にどのような事案が発生し、そのための対策、どのようにされているのか、ご所見お伺いいたしますデジタル庁、マイナンバー総合フリーダイヤル等に報告のあった事例といたしましては、 マイナンバーの通知やマイナンバーカードの手続きを語って、銀行口座の暗証番号や資産、保険の契約条況を聞かれたと、まあ、もちろんこれ、答えなければいいんですが、それから個人情報が流出してますよとか、そのためにも削除が必要ですよとかっていうことで、電子マネーを騙し取られた事例といったような報告が入ってございます。全体的には月当たり、今、このフリーダイヤル、4万件から6万件くらい月当たり来てるんですが、 おそらくこういう詐欺系ではないかと思われるものは、月数件のレベルでございます。 あのフィッシングその他、ご心配のご指摘ありましたが、今のところのこのトレンドに大きな変化はなく、安定して月数件ということでございます。お話もありましたとおりあの、パスワードが出ない限りは大丈夫でございますが、もし仮にパスワードが出てしまった場合は、これはあの繰り返しご説明させていただいているとおり、パスワードの初期化再設定、で特にあのパスワードの無効化はもう電話1本でできますので、まあ、まずはそれをしっかり取ってくださいと。 いうことと、それから平成27年度よりあの、実際に相談窓口や相談事例ということについて、今ご紹介したようなものをウェブサイトに掲載してございますが、あのマイナンバーカードでも、あの俺々詐欺でこんな類の詐欺はあるよということは、まだまだあの普及周知が足りない面もあるかもしれません、こういったところについてもしっかりと対策をしていきたい、こういうの,のように考えてございます清吉弘君。月数件程度ということなんですが、 ま、これはおそらくあのなんか怪しいなと思った人は相談してくる。でもわからずに、もうあのカードの情報が抜き取られている可能性もありますので、そういった周知徹底よろしくお願いいたします。あの時間が来ましたので、これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 次に堀場子日本維新の会、堀場幸子です。 このあのそもそもね、この法案を質疑させていただいたときに、50分ぐらいさせていただきまして、そのときにあの河野大臣と、まあ、ルールやらせていただいた、まあ、このことにすべてが含まれているので、また再度ここで15分やらせていただくんですが、まあ、ちょっとあのそのときに、一番最初に言ったのが、マ、まあ、イナーバー制度と、マイナーポータルと、マイナーカード、マイナンバーカードって、この三つはの社会インフラの話で、これ非常に分かりづらいですよねというところから始まりました。そしててマイナーポータルについて ルール聞いた上で、その時にも使いにくいんですとか <laughs>、もっと良くしてほしいと、例えば民間であれば他のところであれば、今日であれば私セブンイレブンに行きました。言っていいのかわからないんですけど、あの普通に携帯でねピッと選んでピピッと買い物できますよね。顔認証ですよ。だけどマイナポータルはそうじゃなかった。こうやってやりづらいよね。まあ、そんなお話をさせていただきました。だから今回のこの問題デジタル化つまりこうちょっともっと しっかりと進めなければいけないんじゃないかなというところにあるのかなということも思っているところです。まあ、このマイナンバーをめぐるトラブル、ちょっと整理をさせていただきますと、コンビニで別人や抹消済みの証明書が発行された、これはシステムエラーで富士通さんがまあ謝罪をされたということですね。 取りに行かなくてもいいというところもあるんじゃないかなというふうに思っています、自分で確認をして、それを添付していく、そしてキー難所番号をつけていけば、もっと安全に、そして正確に使うことができるようになるんじゃないかなというふうに思っています、つまり紙でやっているというのがどうなのかという問題です。次、マイナ保険証に別人の情報が登録されてしまった、これは先ほどずっとありました、税理士の紹介をしたときに、4情報を確認しなかったという人的ミスだというところですね。 そして、えー、公金の受け取り口座で本人ではない口座が登録された、これも、まあえー、自治体のログアウト忘れ、もしくは子どもの、えー、口座ということでありました、そしてマイナポイントが別人に付与されたり、マイナポータルで別人の年金記録が閲覧できるようになっている、こういうこと一つ一つも、まあ、さまざまな人的ミスなところなんです。 だといいいうに聞いていますそしてこの最後に、同姓同名の別人にカードを交付してしまった、これは大きいんじゃないかなというふうに思っているところです。これも人が確認するのではなく、例えば顔認証でしっかりと登録をしてやっていくということであれば、こういったこともなくなっていくんじゃないかな、つまりデジタル化が中途半端なんじゃないかということも指摘をさせていただきたいと思います。そしてまあ今、一番話題になっている保険証について、あの加藤大臣にお尋ねしたいと思います。 マイナンバーカードと保険証の一体化の作業の中で、別人のデータを紐付けするときにまあミスが発生しているというふうに聞いています。まあ、その前の準備段階ではね3万件以上あったので、本格運用がまあちょっと半年ほど先送りにされたということもあったと承知をしております。 これマイナンバーカードと保険証を紐づ付けることによって、まあ、起こっているんですけれども、じゃそもそも普通の保険証のとき、今まで発行されていた保険証というものが、まあ、素晴らしかったのかということも含めて、加藤大臣、この今までの現行の保険証というのは、 そもそもトラブルというのは何もなかったんですか、どんなトラブルがどのようなもの、まあ、把握できないものもあると思いますけれども、成りすましなんかはね、把握できないと思うんですけれども、そもそもこの紙の保険証のときには、トラブルはなかったんでしょうか <laughs> 加藤厚生労働大臣。まず、健康保険証自体、現行の紙の文でありますけれども、あの氏名、生年月日、性別と書いてありますけど写真がついてないということもございまして。 医療機関を受診する際に成りすましで実際立件された事案もあったというふうに承知をしているところでございます、また転職等によって資格変更があった場合に、患者が変更前の健康保険証で受診をし、それがもう古い保険証でしたということになると、返礼されるというのはこれまでの仕組みの中でのということで。 かなり変礼事案が結構あってです、ね、医療機関においても、いろいろとそれに対する事故処理等において手間がかかったというふうに承知をしております。でそうしたことに対して、マイナンバーカードを使えばです、ね、まさに顔認証システム等も使っておりますから、なりすましというのはかなり防ぐことができるんではないか、それから、えー、保険証紙ですから、結果的に紙が、えー、あの保険、えー 保険を使う方のところに届くまでの物理的な時間が必要になりますけれども、これ、デジタルは登録した瞬間にそれが終わるという、まあ、そうしたメリットもあるというふうに指摘をされているところでございます。まあ、そういった意味で、あの紙に比べて、あの医療の支出等はちょっと今、説明しませんでしたが、それ以外においてもです、ね、さまざまなメリットがあるというふうに承知をしておりますし。 あの特に成りすましのときには、やっぱりこれ、かなり問題じゃないかということで,です、ね、それを是正するためにも、今やってるような仕組みをしっかり入れるべしと、まあ、こういった指摘があったというふうに承知をしています堀場幸子君。はいということは、今,今のこの保険証のシステムでも、たくさんの課題があった、これを解決していかなければならないということも、 このマイナンバーカードと保険証の一体化には、まあ、そういったものを解決するという視点もあるというふうに理解をしています。ただただ、まあ、医療 DX、まあ、そのあとあると思いますが、保険証についての議論というのは、まあ、厚生労働委員会の方でたぶんたくさんされてきて、この良質かつ適切な医療というところでやられるんだろうなというふうにやられてきたんだろうと思うんですけれども。 この本格導入機っていうのは、設定に手間があったりとか、トラブルっていうのは、そういう対応ができなかったりね、すごくさまざまなことがあると思うんですで、私のまあまあまあちょっと個人的な話ですけど、お母さんとかも最初、スマホにするのにすごい嫌がってたんですよね、なんかこんなんよ、わからんって、だけど、いざ持ってみたら、すごく便利だねっていうことになるわけですよね、多くのご高齢の方も今、結構スマホを持ってらっしゃると思います。それは便利だねって分かってかたら 怖くないんですよねでも今、まだ過渡期で、導入期で、それがちょっと怖いんじゃないかというふうに思っていると思うんです、なので、これが軌道に乗るまでっていうのは、さまざまなアクシデントがあると思いますし、運用の問題はたくさんあると思うので、そこの相談体制であったり、マイナ保険証のまあメリット、先ほど言っていただいたんですけれども、もうちょっとね、しっかりと大きな意味で、どちらの方向に向いていくのか、そしてこれはやる意味があるんだということを、大臣のご所見お願いします加藤厚生労働大臣。 あの間違った形の紐付け等があること、それから他方で実際、マイナンバー保険証で受診しようとしたんだけど、なかなか資格無効の表示が出た、あるいは企業がしっかり動作しなかったと、さまざまな事例があるところであります。前社は今、紐付けについては徹底的なチェックを保険者の方にお願いをしているわけでありますが、後者についても、何か起きたときには、まず医療機関等から、 支払基金、あるいは国民健康保険協会が運営するポータルサイトに載っているコールセンターに連絡をしていただいて、それにおいてさまざまな相談に対応させていただいているということでございまして、また必要に応じ厚労省とも連携して、問題が 制度的なものであればです、ね、それにのっとった対応をさせていただいているところであります、まあ、さらにこれまでのそうした事例をまとめて、トラブルシューティングの Q&A、これをさらに充実も図っていきたいと考えています、それからまあ一体化のメリットを、まあ、どこまでお話し,し,しするのかというのありますけれども、まあ、例えばよく指摘されるのはあ、えっと、薬の重複投与、あるいは併用禁忌の防止、まあ、こういったことにメリットがある。 あるいはより多くの情報からです、ね、あの的確な診断につながっている、まあ、さらに、えー、先ほどのなら、成りすましの防止、あるいは手作業による事務負担からカードをすることによって、一連の作業がです、ね、システム的に進む、まあ、こういったメリットもございますので、まあ、こういったメリットについて、まあ、しっかり広報しです、ね、そして先ほど、まさにスマホのお話がありましたけれども、そうした方がなるほど使い勝手がいい、実感をしていただける。 まあ、そういった状況に一日も早くなるように努力をしていきたいと思っております。堀場幸子くん。はい、ありがとうございます。で、まあ、この問題、そもそも人的ミスが非常に多いんだなというところがあります。で、今回、まあ。今、普通に仕事を、まあ、国会議員という仕事ではなく。他の仕事をしていてもね。やっぱり、こう、I. T. 関係の。 あの入力ミスっていうのは、結構発生するものなんだというふうに理解をしています。私もまあパソコンは苦手な方ではないですけれども、なんかちょっとこう、考え事してると間違えたりとか、まあ、そんなことは日常茶飯事で、やっぱり何度もチェックをしながら、これが正しいものかというものを見ているんですよね。なので、今回のトラブルの多くはヒューマンエラーでしたというところで、まあ、各作業の準備、処理能力には課題はなかったのか、まあ、人的ミスというのは必ず起こりますので、そのリスク込みで詳細なマニュアルが必要なんじゃないか。 または、ね、危機管理の仕組みをどのように構築するのか、だかまあ、私の意見では、もっと顔認証とか、指紋認証とか、そういったさらなるデジタル化の振興というのが 必要なんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、まあ、AI を活用してダブルチェックができるとか、まあ、そういった体制を作っていくことが必要なんじゃないかなというふうに思っています。なので、システム化自体の問題というよりは、運営の体制のあり方の課題だというふうに考えております。でまあ、それに対すする河河野の大臣河野大大臣臣のご所見をお願いします河野国務大臣 はい、あの紐付けのところが、まあ、マイナンバーを提出を求めなかったり、イオン情報で当ててなかったりということでございましたので、やはりこういう現場、あのマニュアルをきちんと整備をして、お示しをするというのが大事だと思います。またあのそれだけでなく 人的ミスを防ぐためには、やはり機械の力を使うということも大事ですので、先般の法改正で、戸籍、住民票に振り仮名を振っていただけるようになりました、そうすると銀行口座との紐付けというのもできるようになります。住所は、これ、表記売れが結構複雑で難しいんですが、今、デジタル庁で、住所のベースレジストリーを提供をすべく努力をしているところでございますま。 パスポートのオンライン申請は、パスポートとマイナンバーカードとご本人の、これ、それぞれ顔認証で本人確認をするという仕組みを取り入れて、間違った方に違うパスポートが行かないようにということにいたしますので、あのそうした機会でできる、デジタルでできるところをしっかりと増やしていきたいというふうに思っております。堀場幸子君。はい えっとね。自治体さんとか。まあ、医療機関さんで、まあ、まあ健康保険、組合さんなどね。現場でどんな人たちが働いていて、まあ、どのような作業をしているかっていうことに対して、想像力が必要なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。まあ、以前の質疑の中でも、まああのマイナポータルから申し込まれた。まあ、あの不在者投票が来なかったよという話をした時もあの。 翌日に届くメールのチェックと、えー、ポータル、マイナポータルの管理画面でチェックするという、一応、ダブルでこうそういうシステムになっていたとしても、それに使う人がまあ両方見忘れていたとか、そういったまあ体制の問題で、まあ、ミスというのは起こってきてしまうので、さっき大臣がおっしゃったように、あのできるだけ人が携わるところが少なくなっていくということと、あの 何度も、ダブルチェックじゃないんですけどね、何個もチェックできるシステムということが必要なんだろうなというふうに思っています。そしてこれ、最後に説明不足ということについてお尋ねしたいと思います。これね、子どもの口座を作るっていう慣習がないということを、まあ、ちょっとデジタル庁の皆さんがご存じだったかどうかわからないですけれども、私、子どもいますけれども、まだ口座はないです。で、そもそも口座を作る意味がないんですよねで、児童手当も世帯主に入金されるというふうになっていて、まあ、 今の政府が行っている政策というのは、子どもが口座を持っている必要がない政策ですよね。で、あの口座引きもつけの際に子どもが口座を持っていない場合の対処方法っていうものをしっかりと説明をしなかったんじゃないかなというふうに思っているんです。なので、この十三万人ぐらい、まあ十四万人かなっていうところの別人格のまあ口座引きもつけの問題で、特に子どもであったり、まあ子どもと親の 関係性の中での問題というのは、もうマイナンバーカードのトラブルというふうにカウントするのではなくて、そもそも施策に子どもの口座を作るということがないのに、ここに子どもの本人じゃなきゃいけないということを決めているけれども、そのことが周知されない、こういった一連の説明不足だと思っているんですね、こういったことに対する大臣のご所見をお願いします。河野国務大臣 はい、あのその件については大変申し訳ないと思います。それは明らかに想像力の欠如と説明不足であったと思います。ただあの、コロナのときの10万円の給付のように、今まではこの世帯ごとの給付でございましたが、今後、いろいろな中で、個人への給付というのも当然起こりうるんだろうというふうに思っております。その際に、お一人お一人の口座にひも付いた公金受取口座があれば、 これはあの給付のスピードも速くなりますし、自治体の負担というのも軽減されるわけでございますので、あのそうしたことを少し丁寧に説明をしながら、えー、今あの、ご本人の名義の口座に紐付けを変えてくださいということをお願いをしておりますが、中には、その未成年の子どもが銀行口座を作れるのかというご質問もありましたので、 えー、今あの、なんかそういう子ども、赤ちゃん向けの講座開設のキャンペーンをやられているところもあったりということもありますので、あの少し丁寧にご説明をしながらですね、えー、そこは申し上げていきたいというふうに思います堀場幸子君。 はい、あの私たち日本維新の会がまあ言っている政策というのは、本当に国民一人一人というふうに言わせていただいているので、子どもにも口座を作って、そこにお金を入れていく、つまり例えば DV で逃げているとか、さまざ、あ、まなことが想定されますよね、そういったときに、まあ、世帯主がまとめて受けるんではなくて、お一人お一人が受け取れるようにしていく。 ということを、まあ、我が党の政策でも言わせていただいています。なので、個人の口座に紐付ける、その一、えー、人一つなんだというのを非常に重要ですので、ここも合わせて、子どもができて、できたら、すぐに口座を作って登録するんだよ、ということも合わせて、あの、広報していただければなと思います。本日はありがとうございました。 次に中塚博史君日本維新の会の中塚博史です質問の機会をいただきありがとうございますマイナンバーの集中審議ということで重複するところもありますけれども確認の意味も込めて順次質問をさせていただきますマイナンバーをめぐるトラブルを受けまして政府は マイナンバー情報総点検本部をを設置をされたわけであります政府一丸となって、徹底した原因究明を行い、再発防止を確立をしていただきたい、そして国民に広がるマイナンバーへの疑念を払拭をし,払拭をして、信頼回復に全力を挙げていかなければならない。対応の仕方を今誤れば マイナンバー制度そのものが揺らいでいくと、まあ、そう考えておりまして。大変厳しい局面と言わざるを得ないと思います。まず、こうした事態をどう受け止めておられるのか、この大臣にお伺いします。河野国務大臣。はい、あのマイナンバー制度は、これ行政機関同士の情報連携をオンラインで可能とする申請などにおいて。 国民の皆様からの添付書類の取得や添付を不要とする、そういう意味で行政の効率化、あるいは国民の皆さんの利便性の向上を実現するもので、公平公正な社会の実現のためのデジタル社会のいわば基盤となるものでございます。ただ、こうしたマイナンバー制度が有効に機能するためには、 この個人情報とマイナンバーの紐付けを正しくするということが大前提でございますので、あの今回の総点検の中で、えー、きちんと誤りがあれば、それを是正し、えー、国民の皆様のお信頼をしっかり確保できるように努力してまいりたいと思います。中塚博君、はいえー、マイナンバーのです、ねえー 改正案のときもですね、私は質疑させていただきましたが、そのときにも、維新の会の基本的なスタンスについては述べさせていただきました。我々はですね、コロナ禍で痛感したデジタル配線国の経験から、デジタル分野の法整備においては、公平な給付と負担の確保について指摘をし、デジタル社会の基盤としてマイナンバー制度を推進する立場に立ってきたわけであります。そうした経験から、その執行を後押しする一方で、 十分に監視していく責任、私たちは負っていると思っております。まあ、繰り返しますけれども、この深刻な事態に、政府がしっかりと向き合って乗り越えなければ、マイナンバーを定着させることはできないと思っております。したがって、この間のさまざまなトラブルについて、徹底した調査を行って、発生の原因と責任の所在を明確にし、実効性のある対策をスピード感を持ってやっていただきたいと、こう思います。マイナンバーへのの国民不不安や不信感に対し 説明をですね。十分に尽くしていただきたい。そして改善すべきは改善し、信頼回復に努めることまあ、そうした責任を政府はしっかりと果たしていただきたいと思っております。この問題を理由に、私たちは混乱とか不安感を煽ってマイナンバー制度を否定したりすることではなくて、より良いデジタル社会に実現をですね向けてですね。進んでいくべきだと考えております。 本部では,本部ではです、ね、これから総点検、行われるわけですけれども、その手順とかです、ね、あるいは発生内容別の原因とか課題について、先ほど答弁がありましたが、一定理解はさせていただいております。法令のです、ね、その中で法令の不備によるものとか、法令の見直しが必要なものはどの程度あって、どう対応されていくのか、それについてお、お聞かせいただきます河野国務大臣あの。総点検を踏まえまして、 再発防止を徹底するために、各種の申請のときに、マイナンバーを記載をしていただく義務化というのを検討していくことになろうかと思います。あの記載の義務化に当たりましては、これ、制度を所管している各省庁の個々の政省令あるいはガイドライン、そういったものの見直しが必要となってくるケース、これはあるんだろうと思っております。 中塚博君、まあ、その点についてもしっかりと対応していただきましょうにお願いいたします。ではです、ね、今回のことによって、事業にかかるコストはです、ね、全体でどれぐらい増えていくのか、その点についいてもお伺いします河野国務大臣。 あのまずは、えー、現場で紐付けがどのように行われていたかという調査をしっかりやりたいというふうに思っております。でえー、個別データの確認をしていただくことになった場合、えー、自治体をはじめ紐付け機関に、えー、一定の負担が生じる可能性は、これは否定できないと思っておりますので、 あの調査の調査票がバラバラにならないように、あるいは各省庁で少なくとも省庁単位、あるいは局単位などで調査票を一括送付するなど、自治体の負担を不要意に増やさないように、そこはしっかり気をつけてまいりたいと思っております中塚博君後ほど総務大臣にもお聞きしますけれども、自治体の負担ということですね、これからも。 あの増えてくると思いますので、対応していただきますようにお願いいたしますマイナ保険証についてですけれども、マイナンバーとの情報連携を拡大する、その意義がです、ね、多くの国民に正しく理解されているとは今、言い難いと思います。 先ほどメリットについての答弁ありまして、一定、理解はさせていただいております。また大臣からもしっかりと、ですね候補していくとありましたが、まあ、この点、やっぱりですね政府の説明不足が混乱につながっていると思えてならないわけなので、もう一度その点、どう認識されているか、お願いいたします。加藤厚生労働大臣ままさににメリットををを理解ししていたただき、ま、たシステムに対する信頼これをしっかりと 確認しなががら進めてていいくとととうことが必要だと思っております、まあ、その上で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化の具体的なメリット、まだ十分に伝えていないんじゃないかというご指摘も踏まえてです、ね、さらに分かりやすくお伝えしていけるように、工夫も重ねながらです、ね、さまざまなまた手段を講じてです、ね、情報発信に努めていきたいと考えています中塚博君はい 一方で,です、ね、私はあの今回の問題の背景には、医療機関全体のデジタル化の遅れがあるということ、その要因としてです、ね、やっぱり例えば厚労省と各機関との指導、監督を含むさまざまなやり取りにおいてもです、ね、デジタル化をそ、えー、促進する、そういう必要性をです、ね、強く感じております。今後、この医療 DX についてどう対応されるのか,おか、お伺いいたします加藤厚生労働大臣。 この医療 DX を通じて、国民の皆さんが切れ目なく、より質の高い医療を受けることが可能になるなど、我が国の医療の将来、大きく切り開いていく、こうしたものだというふうに認識をしております。で、医療 DX の推薦については、ま,あ、まずは、 これまでもその取り組みが遅れているということを指摘をされ、またコロナへの対応の中でも、私自身も大変痛感をしたところで、遅れを痛感したところであります。まあ、そうしたことも踏まえて、政府では総理を本部長とする医療 DX 推進本部、これを設置し、本年6月には、工程表を策定をさせていただきました。まあ、大きく全国医療情報プラットフォームの構築ということで、そのスタートが今、進めていただいているオンライン資格確認に当たります。 さらに電子カルテ情報の標準化、あるいは医療報酬改定の DX、まあ、こういった柱についての工程を作成し、同時にそうしたことを進めることのメリットを、これを国民の皆さんにもしっかりと共有をしていただきながらです、ね、私ども行政のみならず、国民の皆さん、さらに医療界、産業界、一体となって、医療 DX をしっかりと前に向けて進めていきたいというふうに考えています。中塚博 あの進めるにあたって、いろいろと障害等もあろうかと思いますが、しっかりと進めていただきますようにお願いいたします。あとです、ね、自治体の負担に対する支援ですけれども、まあ、自治体のデジタル人材の確保、これは大変厳しいと思いますけれども、まあ、誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向けて、自治体の取り組みにおける格差をです、ね、解消していかなきゃならない、まあ、そういうことで支援を充実させることは不可欠だと思っているわけであります。 そのことは以前にも指摘しておりますが、先般のです、ね、戸籍法の改正によって、付加された戸籍上のふりがな、それとすでにふりがなが登録されているさまざまな公的です、ね、この情報との照合、そうしたこともありますし、さらに加えて今回の総点検の作業ですね、これ、普通で考えてもです、ね、自治体に相当な負担がかかってくるというのは明らかだと、これは大臣も所持されていることと思います。 ですから総点検において、まあ、具体的な点検の内容、自治体にどう求めていくのか、そしてまた支援や連絡体制、どうなっていくのか、まあ、このこと各自治体、不安に思っていると思うんですけれども、この点について総務大臣の見解をお伺いします松本総務大臣、はいえー。私ども総務省は、政府において、えー、自治体との連絡調整を担う、えー、立場で、えー、ございまして、えー、今回の総点検に当たりましても、総務省では、 本部を開催をし、6月の28日には各都道府県指定都市との連絡調整を担う担当者との会議を開催をしまして、私からも連携を密にするようにお願いをさせていただきました。自治体との連絡体制を整備して、総点検の円滑な実施に向けて必要な情報を順次、自治体に提供をさせていただいてきているところでございまして。 具体的には、7月中に現状の紐付け方法について確認を行うこと、その上で各省庁で全ての個別データの総点検が必要なケースを整理をして必要な点検作業を進めるといった流れ、また点検の対象についてでありますが、えー、重機システムとの自動連携によりマイナンバーを取得している場合のように、実際に自動連携しているかどうかによって、 個別データの総点検が必要なケースに当たるのか当たらないのかそういったことも可能性があるということをお伝えをさせていただいてきているところでございますその上で自治体への支援のあり方ということでございますが今後紐付け方法の確認などを経て点検作業今も申し上げましたようにどのぐらいのものが対象になってくるのかということが を見極めて、この点検作業などにかかる自治体の事務負担がどの程度になるかということをよく見てまいりたいと考えております。必要に応じて関係省庁とも連携して国としての支援策も検討することになろうかと考えているところでございます。中塚川博之君、はい、ありがとうございます。あのよろしくお願いいたします。まあ現在置かれた状況ですが、我が国が 真のデジタル社会の実現に向けて進んでいく、そのためのまさに資金石でありますか、正念場であるか,かですねそういう思いをするわけであります。したがって、全体の司令塔としての河野大臣の果たすべき役割、非常に大きなものだと思いますので、改めてですね最後に決意をお願いいたします河野国務大臣、申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力お願いします。はいあの 人が人に寄り添うぬくもりのある温かい社会をつくっていこうとするならば、やはりデジタル化というのは避けて通れない道だと思います。あの誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会、その前提となりますのは、やはり国民の皆様からの信頼だと思いますので、総点検をしっかりやりながら、またデジタル化のメリットを一つ一つ丁寧にご説明をしながら、 デジタル化前に進めてまいりたいと思います。はい、中津和彦君、ありがとうございます。まああの課題一つ一つ乗り越えてですね、えー、しっかりと前に進んでいただきたいと思います。これで質問を終わります。ありがとうございました。<laughs>